FMMED1915 軽機関銃。FMMED1915CSRG、フーゼル、ミトレイラーエメリー 1915CSRG は、フランスで開発された自動小銃あるいは軽機関銃である。開発者の中から、消射軽機関銃とも呼ばれる。CSRG の略称は設計関係者及び製造業者、すなわち類商者、類商チャルット、シャルルシュタ チャールズ・ソッター、ポール・リベイ・ロールズ、ポール・リペイ・ロールズ、グラディエーターの頭文字を取ったものである。設計者である類商社大佐、類商・チャルットが想定していたコンセプトは、一人の兵士によって運搬、装填、および射撃を実施し得る、軽量自動活気という当時としては、先進的なものだった。そのため、正式名称にも、機関銃、ミトラスではなく、自動小銃、 フーゼルミトレイラー、FM という表現が用いられている。また、一般的な旋盤や工場設備で生産が行えるように部品の交差に余裕が与えられていたほか、各国で広く使用されていた、ルイスケーキ缶銃に比べると2キロから3キロほど軽く、同クラスの自動化機としては非常に軽量な製品の一つだった。しかし、前線では構造の複雑さや部品の交差のために故障が、 相次ぎ、結果的には、非常に評価の低い機関銃としてその名を知られること、取る。第一次世界大戦以前のフランス軍は、攻撃戦術において、不評個人の火力よりも、突撃の規模を重視しており、高価な機関銃や自動小銃などの配備には、積極的ではなかった。しかし、開戦直後の大敗を経て、この点はすぐさま見直されることとなった。 1914年当時、フランス軍は、消耗を補うべく各種装備を大量に補充する、必要に駆られていた。自動化機も不足していた、装備の一つであり、当時標準的に配備されていた、エメリー1914へ、機関銃は高価で銃に調達することが難しかった。ほか、重量があることから移動する部隊に追随できず、限定的な支援しか展開できないという運用上の、 問題も指摘されていた。こうして生産性の高い新型軽量自動化機が要求された一方で、戦時下における時間的余裕は限られており、開発は極めて早急に進められることとされた。設計はピトーゾーヘイショーの技師、類賞者及びシャルル・シュターの二人によって行われた。勝者、シュター、そしての社長であるリベイ・ロールスラは、 対戦勃発に先立つ1903年から1910年にかけてハンガリー人重機技師が開発した作動機構を組み込んだ自動小銃の設計を行ってた。試作自動小銃のうち1911年に設計したモデルはピュートー制 CS 型自動小銃 C7 フーゼルミトレイラース C7 デプトスシステム CES として軍による性能試験が行われたが、 破損が相次いだために採用は見送られた。1911年型では、後のエメリー1915と同型の特徴的な半円形断層が採用されていたが、当初は髪型から装填されていた。1913年に設計されたモデルは、同年1月の試験において良好な成績を残した一方、断層の変形や破損が報告された。しかし、 この時点では配備の対象が要塞守備隊のみとされており、野戦への投入は想定されていなかったため、断層の欠陥は特に問題視されなかった。2月には部隊での試験運用のために100兆分の契約が結ばれた。1914年8月、1913年型自動小銃の配備を待たずして第一次世界大戦が勃発する。フランス軍は初戦の大敗を経て、 戦術の転換を強いられることとなった。1915年4月、1913年型自動小銃の実地試験を経て、陸軍総司令官、ジョゼフ・ジョフル将軍は、不評用装備としての自動小銃を新たに5万丁、調達する旨を決定した。なお、1913年型自動小銃の一部は、陸軍航空隊によって、航空機関銃に転用され、 ルイスケーキ管銃に更新される1916年後半頃まで使われた。新型の不評用自動小銃は1913年型を改良する形で設計された。生産性を高めるべくすべての部品が大幅に簡略化されており、本体はプレス加工によって成形されていた。また、設備のない工場でも組み立てが行えるように、 接合部分はリベットで固定するか、簡素な溶接のみ行われた。素材となる金属は、機関部などを除いて、低品質で安価なものが使われた。部品の交差にも余裕が与えられていた。作動方式は、ジョン・ M ・ブローニングが手掛けた、半自動小銃に取り入れられていた、反動利用、ロングリコイル方式を使用し、機関部は後方に突き出した筒型をしている。断層は、 着脱式の半円型で、装填数は20発である。重量は同クラスの機関銃と比べても軽量だった。射撃はオープンボルト状態から行われ、セミ・フルオートの切り替えが可能である。セレクターレバーはピストルグリップ上部の左側面にあった。放熱筒に覆われた重心は当時主力小銃として大量生産されていたルベル小銃の重心に加工を加えたもので。 専用重心の製造は1917年まで行われなかった。重口にはラッパ型の消炎機が設けられている。特に指摘される問題は弾層の構造である。バネの弱さから装弾不良が頻発し、イテラは少しでもこれを避けるべく最大20発まで装填せずに射撃を行った。右側面は残弾数を確認するために大きく切り開かれていたが、 泥や水が入り込んで不良を招く原因となった。さらに、断層自体も薄く、曲がったり割れたりすることが多かった。エメリー1915の問題の大半は、断層構造に由来する装填不良や玉詰まりであり、後に泥を防ぐための干バス性断層カバーが支給されたが、断層の設計自体は最後まで変更されなかった。 ロング入りコイル機構は加熱しやすく、射撃の熱を蓄えるにつれて、可動式重心の放熱フィンが膨張し、放熱灯の内面に干渉して、作動不良を引き起こすなどの問題もあった。十分に手入れされた状態でも連続射撃は300発ほどが限度で、汚れていれば100発程度で射撃が行えなくなった。重心の冷却には10分以上かかった。 軽量化を重視したために射撃時の反動も大きかった。射撃時には反動により後退した機関部で砲や目を打つことがあった。これを避けるには、いては、ロング入りコイル機構のために突き出した部分にり前に砲を当て、同時に反動を抑えるために短い重傷をしっかりと肩に押し付けるという不自然な射撃姿勢を取る必要があった。細身で貧弱な二脚と不正確な照準機も、 相まって100メートル以上の距離で正な射撃を行うことは非常に困難であり、400メートル以上での射撃は不可能に近いとされた。当時、ドイツ帝国軍では軽量機関銃として MG08-15 機関銃を用いていた。彼らは露角したルイス系機関銃を MG08-15 よりも軽量な自動火器として愛用していたが、 さらに軽量で、また前線にも大量に存在したはずのエメリー1915は露格さしなかったという。1916年、FM エメリー 1915CSRG、1915年式、CSRG 自動小銃として、フランス軍に採用される。製造を主に担当したのは、自動車や自転車の製造を手掛けていたであった。また、前線では、 しばしば単に照射自動小銃と呼ばれた。同年3月以降、中隊あたり8丁ずつ配備が進められた。最初の実戦は、同年4月のベルダンの戦いだが、大量に投入され、本格的な運用が始まったのは7月のソンムの戦いからであった。ソンムの戦いでは、エメリー1915を用いた突撃射撃が初めて実施され、この際に、 有効な運用が見られたとして、ジョフィル将軍は、当時5万5千丁ほど配備されていた、エメリー1915を倍増するように求める、書簡を陸軍大臣へと送った。突撃射撃は、戦線の降着を打破するべく注目された戦術で、エメリー1915相手自身が弾薬を傾行し、射撃を行いつつ射兵物を渡って、無人地帯を前進するといった運用が、想定されていた。 機関銃チームはもともと2名で構成されていたが、1916年には、孫武の戦いの先訓の元弾薬師を増員し、3名となった。1916年版のマニュアルによれば、機関銃チームは3名、いて、第1弾薬師、第2弾薬師で構成され、それぞれ160発、480発、400発の銃弾を傾行するとされていた。すなわち、 チーム全体では1040発の銃弾を傾向した。1918年末には分隊あたり3丁のエメリー1915が配備されていた。1918年には消炎器と対空照準キットが開発されているほか、1920年には開口部の大井が開発されている。しかし、結局は1924年に開発された FM エメリー1924。 29、景軽機関銃によって更新されることになる。9000までの生産数はおよそ25万兆と言われており、ドイツ側の MG08、15機関銃の生産数、12万0千兆を大幅に上回っていた。第一次世界大戦中、エメリー1915は大量に生産された。フランス以外では、アメリカ、ベルギー、ギリシャ、 ポーランドなどで採用され、いくつかの国では自国の標準小銃弾に対応させた上で1920年代頭を通じて使用されたという。最終的には少なくとも11カ国の軍隊で採用されており、その中には第二次世界大戦中にヨーロッパ各地でエメリー1915を露覚したナチスドイツも含まれる。アメリカ陸軍における 正式名称は、オートマライフル、モデル1 9十五 m 1 9十五自動小銃小車だった。しかし、アメリカ兵は、小車という名をもじった、少々、少々あるいは少々、あるいは、性能の劣悪さを揶揄した、様々な名でこの機関銃を呼んだ。1 9十七年四月六日に第一次、世界大戦に参戦した時点で、アメリカ軍では、小銃から、 機関銃まであらゆる銃器が不足していた。このため大量生産が可能とされていたエメリー1915をフランスから購入する子が決定したのである。1917年9月から1918年11月の停戦までにグラディエートル社のパリ工場ではアメリカ軍向けの M1915 としてオリジナルと同様の 8mm 弾モデルおよそ16000兆に加え、 アメリカの標準小銃弾30から06スプリングフィールド弾に対応させた M1918 というモデルをおよそ19000丁出荷した M1918 は1917年7月にスプリングフィールド造兵将が設計した8月に行われた試験では同年設計されたブローニング自動小銃バーの方が優れていると判断されたものの 当時バーは十分な調達が難しいとされていたこともあり、M1918 も合わせて調達されることとなった。しかし、M1918 は M1915 以上に評判が悪かった。欠点であった2脚と断層、箱型16連発は改良されていたが、薬室の寸法のため抽出不良が多発したほか、30から06段のエネルギーは、 エメリー1915の設計に対しあまりにも課題で機関部の動作不良を招いたという M1915 も決して優れた火器ではなかったが少なくとも射撃自体は行えるとしてアメリカ兵からは M1918 よりも好まれていた M1918 は購入総数のうち40%が配備前に廃棄され前線にはほとんどを届けられなかった 後年伝えられている、照射系機関銃にまつわる悪評の少なからぬ部分が、エメリー1915ではなく、M1918 に由来するとも言われている。バーの出荷が始まると、M1915 は徐々に更新されたが、ジョンパーシング将軍は、本格的な配備が整う前に、ドイツ軍がバーを予覚、模倣することを避けるために、 十分な数がフランスに届くまでは大規模な供給を行わない方針を定めていた。そのため、もともとバーが配備されていた部隊であっても、パーシングの命令によって、フランス到着後に改めて M1918 の備えが行われた。1918年9月8日時点の報告では、アメリカ外星軍、AF のうち18個手段で M1915 が配備されているものの、 以後の配備は行わないとしている。また、M1918 の性能の劣悪さにも触れられ、9個手段で配備されているものの、準備が整い次第バーへと更新するとされている。その後、最終的にバーの配備が行われたのは3個手段のみで、1918年11月の停戦まで多数の M1915 がそのまま使用された。アメリカ兵らが復員する際、 M1915 の大半はフランス国内に残置されたという。第一次世界大戦における名誉勲章受賞者のうち一等兵、一等兵、一等兵の3名は受賞要件となった戦闘の際に M1915 を使用していたとされる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。